皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。どうも皆さんこんにちは、勝成オブザー滝沢でございます。どうもこんにちは。本日はこちら、ババーン。先日動画でご紹介させていただきました5980円の激安ギター、プレイテックの ST2502、 こちらのメンテナンスをしていこうかなと思います。まあ、前回の動画の中でね、こうベラベラと弾いてみて、なんかこう、ね、あ、ここでもね、あ、でもね、みたいな話をさせていただきましたけれども、まあね、いろいろとこう、セッティングを詰めれば、もうちょっといい状態になるかと思いますので、ちょっとその辺をですね、皆様にご紹介させていただこうかなと思います。どういうふうにメンテナンスをしていくのか、そしてまあ、どういうところをチェックしていくのか、まあ、そういったところをですね、参考にしていただけますと幸いでございます。とりあえずこれ今、買って届いてそのままの状態です。ネックの状態を見たりとか、ネックの調整をしたりとか、サドルの調整をしたりとか、あとこのフレットの仕上げ、まあ、この辺はちょっといろいろとね、修正を加えて、もう少し、まともなギターに仕立てていこうかなと思います。とりあえず、まず弦を外しちゃいましょう。これ元からついてる弦で、まあね、安いからしょうがないっちゃしょうがないんですけども、あんまりいい弦じゃないんで、なんかちょっとこれ弦でね、損してる感じはね、すごくありますね。これ多分、別に何の調整もしなくても、弦を新品に変えるだけで結構その良くなると思います。あ、割といけんじゃんみたいな感じになると思います。前回、まあ、前回その結構前か、アコギの弦を、まあ、紹介させていただいたときに、まあ、エリクサに張り替えるだけでだいぶ違うと思うんですよみたいな感じで、比較動画、動画の中で比較をしてみたんですけども、割とそれに、ね、近い状態が、ね、起きると思うんですよ。もし皆さんも買ったら、とりあえずまあ弦交換からスタートすると良いかなという感じですね。まず弦を変える。これは普通のダダイヤとかね、アーニーとか、まあ予算が許せばエリクサーとか買うだけでもね、全然音が変わるし、弾き心地なんかも全然違うと思うので、まず弦交換からチャレンジをしてみてください。面白いもんで、なんだろうな、弦によってね、まあ当たり前ですけど、弦によって音とか弾き心地とかが全然違うんですよ。こんなに変わるんだっていうぐらいで、ね、劇的に変化すると思うので、まあ、そういった変化を、ね、楽しんでいただけますと、幸いでございます。で、とりあえずまあ弦を、くるくるっと外していきまして、で、ここから、とりあえずこの使わない弦、これらを取っていきましょう。これは切った方がいいのかな？ちょん切っちゃいましょう。ニッパーバランバランバンバンバン。硬いものを切るときにとっても便利なグッズ、それがニッパー。切っていきましょう。すごい簡単に切ることができます。手でちぎると、すごい硬いのに、わお！ニッパーを使えばこんなに簡単にお手軽に、お子様でも女性でも楽々切ることができない。ちょっとね、この工具ね、これ、けじってね、その100円ショップで買ってるやつなんですよ。だからちょっとね、精度が悪い。まあこの5980円のギターもそうですけども、やっぱりまあ安かろう悪かろうってわけじゃないですけどね、やっぱ安いものはちょっとこの精度がね、あれですね。で、ニッパー自体そんな高いものではないんで、もし余裕があれば1000円ぐらいのやつを、ね、用意するといいですよ。やっぱすごいこのね、刃の強さとかも違うし、噛み合わせの良さとかも違うし、もう全然この力を入れなくてもね、スパーンって切れたりとかするので、100円ショップでもいいけれども、まあ、もし余裕があったらね、1000円ぐらいのニッパー、使ってもいいかと思います。で、このまま後ろから穴が通れば出てくるはずなんですけども、はい、出てこない。全然出てこない。しかも語源に関しては固着しちゃってます。全然出てこないよ。ダメじゃないかよ。どうしんだよ。僕ね、これね、このストラトのね、このね、裏の蓋、っつうんですかね、カバーっつうんですかね、これをね、なんかね、つけるの甘すぎじゃないんですよ。なんかこれって何のために存在してるんだろうっていつも思うんですよね。何のためにこれ存在してるんですかね。自分はこの、なんか、ストラトタイプのギターだと、もうここ必ず取っちゃうんですよ。ビル・ローレンスもついてないですし、ワンザントに関しても買った瞬間に裏蓋外しましたし、僕、このね、蓋のね、存在意義といいますか、これがね、あんまり見えないというか、あんまり好きじゃないんです。この存在。なんか、弦交換するときにさ、邪魔くさいしさ、別にね、カバー外れてるからといって、なんか、何か汚れたり漏れたりするわけでもないですし、うん、ちょっとこのカバーの存在意義が、ちょっくらわからん。まあまあ、蓋代わりにつけてやるって感じかもしれないですけども、そして、まあ、いつもの例によって、外してしまいます。多分このギターは、ここのカバーが外されたら、もうずーっと
外されっぱなしが続くでしょう。OK! パパン、こんな感じ。なんか、すごい、なんか、ハンダが、モリモリって、なんか、大盛りになっております。いい感じです。大盛りハンダです。いい感じです。よくないけど。で、弦を外して、いきましょう。ベベベン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 。で、今これ、語源が固着しちゃってるんで、語源が外れない状態です。この固着しちゃったとき、どうしたらいいかっていうと、この6弦の先っぽを使いましょう。6弦の先っぽをこっち側から突っ込んで、そしてこちらからも、こんな感じで何度も何度も両側からつついてあげると、そのうち語源が外れます。外れました。こんなのも知っておくといいかと思います。で、今みたいな感じで勢いよくやると、このイナーシャルブロックが傷つくので、そっと引っ張ってあげましょう。で、ボールエンドを左手に持って、右手でこのピョンピョンを持って、手前に一周。そしたら奥から手前に弦を通す。奥から手前に弦を通す。奥から手前に弦を通す。奥から手前に。奥から手前に。奥から手前に。右手で奥から手前に。奥から手前に。とするとこんな感じ。各お住まいの地域の自治体によってその捨て方が変わりますので、ご見栄をよく確認して捨ててくださいませ。そして今これ外れました。バン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 。こんな状態でございます。で、ここから、普段はね、その手の届かないところのホコリとか取ったりとかするんですけども、これ全然新品なんで、ちょっと根っこのバリをですね、なんとかしていきたいなと思います。根っこのバリ。で、この根っこのバリどうするのかっていうと、まあ、簡単に言うと、ヤスリで削っていきます。で、ヤスリも本当は、その、鉄ヤスリがいいんですけど、棒ヤスリ、その鉄のヤスリがいいんですけど、ちょっと私はあいにく棒ヤスリ、鉄ヤスリは持ち合わせておりませんので、100円ショップで売ってる、こういうサンドペーパーを使って仕上げていこうかなと思います。さすがにちょっと60番は、ね、すごい気まずいので、気まずいというか、そこまで荒くなくていいと思うんで、100番ぐらいから、で、トライしましょう、100番。これらを、ちっちゃく切りまして、で、気になるところのフレットをカサカサカサと当てて仕上げていきます。マイナスドライバーとかをこう当てがって、こんな感じですね。こんな感じで削っていきましょう。まあ、こうやって指で触っていくとバリが出ているところがちょいちょいあるので、この板は、ね、結構ハイフレットワーが、ね、すごいんですよね。で、このまま、この向きで削っちゃうと、そのネックも削ってしまうので、できるだけこういう横向き。で、削ってあげると良いでしょう。こんな感じです。で、ベストとしてはね、そのフレットをね、ヤスリ専用のね、ヤスリがあるので、それを使うと本当はベストです。ポリ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 。あ、やっぱ紙ヤスリじゃ全然削れないな。いけるか。あ、意外といけました。てか、なんか浮いてんだよな、フレットが。うん、バリとかじゃなくてフレットが浮いてるんですよね。これに関してはもうどうしようもねえな。うん、まあちょっと端っこの方を削っておいて、まあ5980円だし、別にネックが削れてもいいかっていうね。本当はこんな横着しちゃダメなんですけどね。もっとこう丁寧に、ちょっとずつ、こんな100番なんか使わずに、もっと細かいところからいかなきゃいけないんですけどね。まあこの端っこだけ仕上げるつもりで、コシ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 と削っていきましょう。そうですね、ちょっと良くなりましたね。で、触っていくと、この辺もちょっと気になるかな。まあ、1本目の動画でも言った通りね、その、なんかまあ実験台としてね、使うのはすごく良いかと思うので、とりあえず5980円で買ってみて、まあ、実験台っていうか、なんていうんですかね、その検証機っていうんですかね。まあ、いろいろとこう、ね、解剖する標本として使ってみるのも、すごい良いかと思います。まあ、この5980円だけどさ、もちろんそのストラトの構造はしっかりしているので、ピックアップだったりとか、そのポットの数だったりとか、セレクトだったりとか、その配線だったりとか、ブリッジとか そのシステム、こういったものは別に全部、普通のストラトと何も変わらないので、すっげえ出てるな、これマジで。半端ねえなと。
全然変わらないので、とりあえずまあ買ってみてね、この改造する土台として、使うのも全然ありな感じですね。いろいろメンテナンスをしてみて、解剖してみて、ギターそのものがどういうものなのかを知ると。そんな感じで使ってもいいかと思います。うん、いいでしょう。まあ、ちょっと、まあ、気になるところはありますけど、まあ、おいおいまた徐々に仕上げていこうかなと思います。とりあえず私は今回横着して紙ヤスリで100番台で仕上げておりますが、本当はちゃんと、ね、鉄のヤスリ、もし可能だったらば、フレット専用のヤスリを使って仕上げていきましょう。OK。そして、気になるところとしてはそのネックとかなんですけども、ネックの状態に関してはその弦を張らないとわからないので、まず弦を張っていこうかなと思います。で、ちょっとペグがなんか渋いところがなんかどっかあった気がするので、これだ。予言の遊びがすげえって話なんだ。すごくないですか？これ、予言。これ、別に僕回してるわけじゃなくて、これ遊びなんですよ。こっから、ここまで遊びですね。普通にもう速攻回っちゃうぐらい。もうゆるゆる、こんな感じ。3弦もそうですね。ここらが遊びっすね。遊びがかなり大きい。で、この遊びが大きいっていうのはどういう現象かと言いますと、ちょっと手順だから解剖してみましょうか。3弦の方が標本としてはいいかな。結構遊びがかなり大きいので、標本として、サンプルとして適切でしょう。3弦のペグをバカッと開けてみましょう。ペグとか中の構造どうなってるかわかりますか？普段の時だったらね、もうで絶対にその、ね、開けたくないけれどもね、5980って躊躇なく開けられますよね。で、当たり前ですけど、そのね、弦を張ってある状態だと、そのペグにすごいテンションがかかっている状態なので、その状態でね、このネジ外したりとかすると、バチコーンってなっちゃうから、必ず弦が外れた状態で、ペグを外してあげるようにしましょう。こんな感じ。まあ、いろんなタイプがあるんですけども、このギターの場合はこういう感じで、このカバーがついているというタイプのペグっぽいですね。こんな感じです。ちょっと近くで見てみましょうか。Take a look. Take a look close. Take a look. よし、ちょっといい。置く。寄る。ピンと合う。見える。こんな構造です。このネジがこう回ることによって、この歯車が回って、こっち側のね、その糸巻き、弦が巻いてある方が回っていくっていうシステムなんですけれども、この歯車とその、このネジ、この噛み合わせがその悪いわけなんですよ。これがいわゆるその精度が悪いってやつですね。この噛み合わせが、ね、ちょうどいいとこんなグラ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 動かないですし、なんかもっとぴったり動けるはずなんですけれども、このペグに関しては、こんな感じで遊びが生まれてしまっていると。まあ、これがそのいわゆるその精度が悪いって言われるゆえんです。本当はこんなにグラグラ動いちゃダメなんですけれども、すごいもう盛大にグラグラ動いてますね。で、このグラグラ動くと何が起こるかっていうと、そのチューニングをしているときに、ね、そのグラグラ動いてずれちゃったりとか、チューニングをした後も、ね、まあ、ペカペカ弾いているときにグラグラ動いてずれてしまったりとかして、まあ、単純にそのピッチが悪い、チューニングが悪いという状態になってしまうんです。これがいわゆるその、精度が悪いという状態です。勉強になりますね。では、これに関してはもうどうしようもないので、遊びに関してもこれどうしようもないです。もう交換しかないです。でもしその滑りが悪いとか、ね、動きが鈍いとか、動きが渋いとかだったら、まあまあ、適当に油を塗れば OK かなと思います。本当はその専用 の、ね、そのグリスとかを塗るのがベストなんですけれども、専用のグリスが持ってなかったら、普通に556みたい なんか油をさすだけでもいいかと思います。私はグリス持ってないんで、こういうとき動きが悪かったら、普通にも思いっきり556で油をさしてしまうような感じです。おや5時のチャイムが聞こえてくる。なんかさっきから車の音がバシバシすいませんね。今日なんか雨が降ってるんでね、その外の車の音がですね、すごい入りやすいんですよ。なんか前のね、その撮影場所さ、まあ、自宅だったらさ、結構あれは住宅街だったからさ、すごい、ね、静かだったんですけども、ね、ちょっとこのお店がさ、もうその大通りの通り沿いなもんで、もう絶対車の音入るんですよ。なんか駅前のその、相模夢大通りっていうなんか、ね、本当に夢大通りって書くんですよ。すげえ名前ですよね。相模夢大通り。まあ、その通りだもんでね、そういう車の通りが非常に激しいと
しかし、この遊び、マジすげえな。すっごいガッタガタになる。まあ、そんな時もありつつって感じです。これはどうしようもないもんな。どうしようもないですね。すげえガタガタ、マジで。こんな動いていいのかなってぐらいガタガタ。ちょっとこんなに動くペグはあんまり見たことがないかも。で、この固定をするためにそのなんかネジをしっかり締めたいところなんですけども、このネジってその締めすぎるとそのネジ穴がバカになるので、締めすぎ要注意という感じです。締めすぎた場合はすごく面倒くさいんですが、そして、もしネジがバカになっちゃったら、とりあえずその、ね、あのね、穴をでかくするんですよ。穴をバーッとでかくするんです。なんかその棒やすりとかを使って穴をでかくします。で、穴をでかくしたところにその木材を流し込んで、ボンドとかで止めて、でそこから新しくネジ穴を作るというリペアが必要になるんですけれども、そんなことをしなければいけません。すごく面倒くさいので、できるだけ、壊せるように気をつけましょう。でとりあえず、これで、セッティングは OK です。普通に弦を貼っていきましょう。ベレンベレンベンベン、今回貼るのはエリクサーの0942ナノウェブでございます。バン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 。すごいですね。5,980 円のギターに、2,000 円弱のゲームを貼るというね、この行為、まあ、その時もあるということでございます。ババッと弦交換をしていきましょう。弦交換、本当にしばらく弦交換をするだけなので、弦を貼っていくだけなので、ちょっとその様子は別に見なくてもいいぜという方は、早送りをしてくださいませ。私はこの間もノーカットでベラベラしゃべり続けますので、ちょっとのほほんと一弦連打練習でもしながら、見てやってもいいかなという方は、そのまま、のほほんとご覧いただければということでございます。いつだか動画で弦交換が10分でできるようになる動画なんていう動画を上げましたけれども、皆さん、弦交換でどのぐらいかかりますかね。初心者の方だとね、本当もうガチで1時間とか、ね、かかったりとかするんですけれども、まあ、慣れてくればね、まあ、20分ぐらいでいけるようになると思うんですよ。けど、そこからさらにこの、ね、あのいろいろこう気をつけたりとかすると、さらに時間を短縮して、10分ぐらいでいけるようになるんです。自分の最高速のタイム、弦交換ですね、弦交換の最速タイム、もう弦を張ってある状態から、オラオラオラって弦を外して、で、オラオラって弦を張って、チューニングをして、はい、できましたまでが、最高タイムがね、5分40何秒なんですよ。もうストーニングスバインダーでズババ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 バってやって5分40秒ぐらいのスピードで弦交換できるんです。電動の工具とか使えばもうちょっと早くできるかもしれないですけども、手動のストリングスバインダーでそんぐらいという感じだから、その弦交換とかもね、めんどくさいですけれどもね、ちょっとこう楽しみがあってら、なんかこう何分で今回交換できるかなみたいな感じで目標を持ったりとかするとね、なんか弦交換がまた楽しくなるかと思うので、そういったね、一つ一つの楽しみ方を工夫してですね、弦交換も楽しんでいただけますと幸いでございます。で、4、5、6弦、先に切っちゃいます。本当はこんな横着して切っちゃいけません。よい子の真似、みんな真似しちゃダメだぜ。怒られちゃうぜ。そんな、YouTube でレッスン動画とか公開してるのに、弦交換もろくにできねえのか、バカ野郎、わらわらって言われちゃうから、みんな真似しちゃダメだぜ。これは悪い大人がやる、超横着な方法だぜ。わらわらわらって言ってね。はい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 。まあ、なんかこのね、なんていうんですか、その情報発信するんだから責任を持って、もうちょっとなんかこう、しっかりやれよっていう気持ちも分からなくはないんですけど、なんかこう、僕は基本的にその情報の取り捨てが大事だと思うんですよ。その正しいことを伝えることはもちろん大事なんですけれども、その情報をその皆さんが鵜呑みにすることとか、その 100% 信用することは、基本的に良くないと思ってるんです。別にこれが 僕だからってわけじゃなくて、その誰でも、その聞いた情報を鵜呑みにするっていうのは、その危険というか、なんていうか、その本とか漫画とか、その教科書とか何でもそうじゃないですか、その学校の先生の話とかでも。皆さんがその学校でさ、そのいろんな教科を習ってさ、学校の先生からいろんなことを、ね、掘られたり教わったりとかしてさ、やったけどさ、大人になってからなんかふと考えると、あの時あの先生言ってたこと、絶対間違ってんよなっていうのが。いっぱいあるわけじゃないですか。でもその時はさ、そのね、やっぱ先生が絶対だからさ、その先生の言うことを鵜呑みにしたりとか、先生が黒と言ったら黒にしなきゃいけないけれども、ね、今となってはそのね、先生が間違っているというのが分かるから、その情報の選択ができるわけですよね。なんでこれはもうね、どこでもそう、もう僕にかかわらず他のチャンネルでもそうですし、他の、ね、動画、レッスン動画とか、他の先生の話でもそうです。
誰々が言ってるから正しい、誰々が言ってたから、それが、ね、好きとか、そういうんじゃなくて、あ、好きはいいけどね。好き嫌いはいいです。いいけれども、ね、全部正しいと思うんじゃなくて、ここはいい、ここは悪い、ここはいい、ここは悪いと、その情報を取り捨て、選択をですね、賢くしていきたいですね。特に最近はね、この情報化社会っていうんですかね、もう何でもかんでも聞けばさ、もう Google 先生が答えてくれるし、ちょっと調べれば YouTube にレッスン動画もたくさん出てくるし、情報がたくさんあるからこそ、正しい情報の取り捨てをし、自分の判断力を養うと。なんでもさ、言ってみればそのなんか情報が多いって、なんかすごい甘やかされてるかもしれないですけども、逆だと思うんですよね。逆な面もある。逆な面もある。確かにその恵まれているという意味では確かに恵まれているんですけれども、けどその、たくさんあるからこそ気づくこととかね、たくさんあるからこそ難しいこととかもあったりとかして、なんかそういうの心当たりありません？そう考えるとね、その今の世の中も、なんだろうな、その最近の若者はラブしてるとか、恵まれているとかって、一概には言えないところもあったりって感じなんですよね。難しいところでございます。情報の選択。全然関係ないですけども、僕も本当に小学校の時とかね、まあ、みんなありますけど、もう小学校の時とかでもすごい、この、今考えると本当に腑に落ちない、もう、ことばかりだったんですよね。もう全然覚えてるんですけど、小学校2年生の時に家庭科の授業があったんですよ。家庭科の授業。イナズっていう、そのね、まあ、ちょっと更年期障害みたいなの先生がいらっしゃって、もう普通に言っちゃうけど。で、その、稲津先生がさ、その、更年期障害みたいな人なんですけど、女性の方なんですけど、もうすごいヒステリックな人で、何かあるとすぐにこうね、怒鳴り散らすというか、そんな、この怖い人だったんですよ。だからみんなの中で、なんか稲妻とかってなんかね、よくその、茶化してたんですけど、で、その先生が、その、ある家庭科の授業の時に、その、始まってすぐに超キレてるんですよ。で、なんでキレてんの、この人って思ったら、なんか、誰か私のノート隠したでしょ、みたいな。ここにあった私のノートが今ありません、つって。誰かが隠したのは分かってるんです、つって。ちょっとその人が名乗り出るまで授業を始めませんとか、いきなり始めて。はぁって感じじゃないですか。で、それ、本当にもうそのままなんか授業を、ね、中断しちゃって、なんかよくあるさ、その、ね、皆さん、なんかうつ伏せになってください。私が、ね、そのノート取ったと思う人は静かに手を挙げてください。先生は今なら怒りません、みたいなこと。まあね、テンプレートをやっぱやるわけですよ。で、それをね、もうあげないんです、みんな。で、それ、なんであげないかっていうと、普通に、その稲津先生が、職員室に忘れてきただけなんですよ。蓋開けてみて、その授業が全部終わって、違う違う、授業が全部終わったんじゃないな。本当にもう、その最後の最後の授業があと5分、10分しかないっていう時になって、なんか気づいたんですかね。なんかちょっと、ちょっと一回職員室行ってきますみたいな感じで行ってきて、で、そこからもう別になんか何もなかったかのようにね、そのね、なんか皆さん、なんかこう、ノート見つかりました、うんたらかんたらとか言い始めて、はぁって感じじゃないですか。ね、あれはもう、子供心の中に、この人理不尽すぎると思って、めちゃめちゃビビって覚えますね。なんかもう、いっぱいなんですけど、なんか、話が始まっちゃった。なんかその、家庭科の授業でその、じゃがいも使ったんですよ、じゃがいも。じゃがいもってソラ、なんかこう、ソラニンっていうさ、毒素があるからさ、それ取らなきゃいけないじゃないですか。で、そのソラニンの毒素ってさ、その、まあ、取らなきゃいけないけど、なんかね、すごいこの、なんていうんだろうな、まあ、じゃがいもがあります、で、ここにその芽がありますって、その芽を、もうものすごい、もう、めっちゃえぐって取るんですよ。そんな取らんでも絶対ええやろってぐらい、もうえぐって取るんですよ。でもなんか、このぐらい取らないと、ソラニンというなんか毒素があって、なんかお腹壊しちゃうから、あんたらかんたらとか言って、なんか、いや、それは、もうすんごい、だってもうね、なんか大豆以上取るんですよ。もう大豆、もうくり抜いたら大豆、もうどんぐりレベルでなんかね、くり抜くんですよ。だからもう穴ボコボコっすよ、じゃがいも。そんな、取らなくても絶対大丈夫だからって、もう子供の心にもう思ってしまうぐらいに、まあその稲津先生という人はまあちょっとあれだったんですけども、まあ本当もうその人はもうすごい僕の中でもめちゃめちゃそういうエピソードありますね、ほんまに。この人ちょっとおかしすぎるやろ、みたいな。子供心の中に、本当あれは不愉快というか、もうすごかったですね。そんなのがあったりとかしました。皆さんもそういう、出来事があったと思います。なんか今思い起こすば、小中学校の時なんか先生からこう言われたけども、あれ今考えると全然不自然ですげえ理不尽で自分勝手な話じゃねえかみたいな。ね。だからまあ、なんだろうな、話が持って、なんていうんですかね、正しいことを出すのも大事だけれども、そのね、間違っていることだなってこう、ね、感じる心も大事ということですね。
で、まあ、僕はそのはっきり言いましたからね、これはもう皆さん真似しちゃダメだよと、これは悪いやり方だからねって言ったんで、コメントとかで、原稿化もできねえのか、わらみたいなのは、ご遠慮いただけますと幸いでございます。やり方知ってるけど、やり方知ってるけども、別にやる必要がないって思って選択してるだけなんで、選択してるんです、僕は。やらないという。できる、できないではなくて、やらないっていう選択をしてるんです。そこは、なんとなく分かっていただけますと幸いでございます。できる、できないではなく、やらない。これね、すごい大事なことなんですよ。その、なんだろう、何々がなんかできるようになりたいけども、例えばその泳げるようになりたいけども、僕は必ずしたから無理だなとか言って、いや、別にそんなの別にね、こんなできないじゃんけ、それはまあ、やらないっていう選択肢をしてるっていう。まあいいね、その辺の話をまた始めると、多分30分ぐらいかかっちゃうから、やりましょう。とりあえず今、原稿化をして、チューニングをしました。で、なぜ、まず弦を変えなければいけないのかというと、元から張ってあった弦と今張った弦というのはその張力が違うわけですよ。太さとかその性質とか材質が違えば、その弦が、ね、この根っこをビュッと引っ張る張力というのが変わってくるので、太ければ太いほどめちゃめちゃ強くなるわけじゃないですか。で、細くなれば細くなるほど軽くなるわけなんです。ギターの場合は、この1、2、3、4、5、6、6本の弦で、合わせて大体60キロから70キロぐらいの力で引っ張っていると言われております。で、その力がね、例えばさっき最初の弦は、じゃあ65キロでしたと。65キロでした。で、今はちょっと細い弦を張ったんで、それが65キロから61キロに減りましたとなった場合、これ、例えばの話ですよ。例えばの話。その4キロ分、張力が弱まったってことは、ネックがこっち側に行くわけですよね。わかりますか？こんな感じで弦がこう張ってるわけですよね。で、このヘッドのところにその弦が張ってあって、張力がブンと、60キロ、70キロかかってます。で、引っ張られれば引っ張られるほど、太ければ太いほど、ネックは弦に引っ張られて、こういうふうにお辞儀をしていくわけなんです。で、これが軽くなってくると、つまり細くなってくると、こっち側に行くわけなんで、ネックの状態が変わるわけじゃないですか。そういったからくりがあるので、必ずいつも使う弦、それもしくはそのこれから使おうと思っている弦を張った状態で、ネックの状態は見ていきましょう。で、ネック、どんな感じで見たらいいかというと、こんな感じで見ていきます。1フレットを左手の人差し指で押さえます。よかったら一緒にやってください。ギターを構えていただいて。左手で6弦の1フレットです。ごめんなさい。6弦の1フレットいきましょう。6弦の1フレット。で、右手の小指で、6弦の最終フレットを押さえましょう。両方押さえている状態です。で、この時に人差し指で、この12フレットあたりをパツ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 と叩いていきます。で、この時に、ある程度の隙間があれば OK という感じです。ある程度の隙間はどのくらいかと申しますと、キャップを足すと、ちょっと今、6弦の1フレットを押さえている状態です。で、この状態から、最終フレットを小指で押さえて、で、ここからその12フレットあたりを見ていくとすると、まあ、こんな感じです。ちょっと浮いているのがわかるかと思います。ちょっと浮いてますよね。これがね、割とね、いい状態。これ割といい状態です。これが全くない状態だと、その弦とフレットがくっついてしまってるんで、ネックが反ってるっていう状態、もしくはもう完璧にまっすぐな状態になっちゃうんですよ。ここにその隙間がないと、まあ、ビビレの弦になってしまったりとかするんで、結構割とこのぐらいの隙間があれば上出来かなという感じです。ちょっと他のギターもいくつか見てみましょうか。これとかね、結構ね、弦に引っ張られすぎてね、弦が、なんていうのかな、そのネックがこうお辞儀している状態なので、その引っ張られてお辞儀をしている状態なので、ちょっとまた見方が変わると思います。最終フレットに小指を置いて、12フレットらへんを見てみると、こんな感じです。さっきよりもなんか、ね、動きが大きいのが分かるかと思います。これちょっとお辞儀しすぎな感じですね。ネックに引っ張られて、ネックが反ってしまっているので、順反り、なんていう言い方をします。で、弦に引っ張られてお辞儀をしているのが順反りなのに対して、弦の張力に勝ってしまって、ふんぞり返ってしまっているのが逆反りという言い方をします。で、一応いつも使っているディローレンスとかもついで見てみるとすると、最終フレットがあって、こんな感じ、12フレットらへん。まあ、結構その隙間がないのがわかるかと思います。これは別にどこがいいとか悪いとかではなくて、好みの話がすごく大きく関係してくるんですけれども、今見ていただいたこのビリルローレンスは結構低め
です。で、紫色の今いじっているこのプレイテックのやつは割と順当。で、この赤いやつに関してはちょっとこの順ぞってるという感じです。で、ここでその今は適正だったからいいんですけど、もし仮に順ぞってたら、ここからトラスロットというネジを回して調整をしていきます。もしここにトラスロットがない場合は、ネックを外して、ネックのヒールの方から、ドライバーじゃないか、大体六角レンチとかからを突っ込んで調整をしていくような感じです。考え方として、さっきも言ったように、ネックというのはその弦に引っ張られてこう、ベッと、ね、お辞儀をするのが基本的なところ。それがその順反りなので、まあ、基本的にギターはいつか順反りをするという考え方なわけですよ。もう何年も何年もね、下手したらもう何十年と、もうずっとこうネックが引っ張られ続けているわけですからね。その張力に負けてしまって、木がもうお辞儀をしてしまって、そのお辞儀の状態がもう固定されてしまうという感じで、順反りをするものという概念がまずあるんです。で、その順反りをする、トラスロ、順反りを解消するアイテム、構造が、いわゆるこのトラスロットってやつなんです。なので、そのトラスロットを使う方向、つまりトラスロットを締める方向に持っていくと、順反りが解消されます。トラスロットを締めて、締めて、つまり時計回りですね。締めて時計回りに回していくと、トラスロットというパーツが生きる、活用されることになるので、順反りが解消されると。で、その逆はまたしっかりという感じですね。トラスロットを解放してあげると、つまりトラスロットを使わない方向にしてあげると、ギターはどん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 逆反りの方に向いていくという考え方で覚えておくと良いかと思います。このギターに関しては別に何の問題もないので、ネックの方は特にいじらないでおこうかなと思います。で、一応この6弦から1弦まで、まあ、順番に見ていって、まあ、トータルで判断という感じなんですけれども、このときに1弦はめちゃめちゃ隙間がない、でも6弦はめちゃくちゃ隙間があるなんていう場合は、ねじれというものが発生しているので、超絶めんどくさいことになっております。ねじれに関してはね、一応このサドルでなんとか調整はできるんですけれども、その指板修正とかヒーターっていうなんかこうリペアとかになってくるので、ちょっくらめんどくさいことになっているぞと覚悟しておいて。ください。あんまりないですけどね。あんまりないですけども。でも、たまにあるので、ねじれてた場合は、ちょっと俺のギターめんどくせえことになってるなっていうことを覚えておいてください。で、フレットの仕上げもね、なんか割といい感じになってしまって、いいんじゃないでしょうか。で、もう一つ。このギターね、なんかね、このナットが高いような気がするんですよね、ナット。大体この3フレットあたりをこの押さえた状態で、また似たような感じで、今度はここを見ていくわけなんです。このナットが高いと、もちろん弦高が高いことになってしまうので、またちょっと弾きづらい要因になってしまうんですよ。順番に見ていってみましょうか。まず、ビル・ローレンスのナットの状態。これはもう僕がいつもお願いしているリペア職人の方に作っていただいているナットなので、まあ状態としてはすごくいい感じです。3フレットを押さえて、この辺を叩いてみると、こうこれかな、この辺。まあ、結構、隙間がないのがわかるかと思います。この辺見てください、この辺。このフレットの。このフレットと弦の隙間、この辺、この辺見てください。ちょっと動いてますよね。これがまあビル・ローレンスの状態。で、この赤いギター見てみますと、これ結構高いと思う。ここ見てください。この1フレットの、1フレットと弦の隙間。めっちゃ大きく動いてますよね。で、これ3フレットから4フレットにすると、もっと隙間があるのがわかるかと思います。これ単純にこの白いこのナットっていうパーツがね、高いんですよ。背が高い。なので、できればその溝を深くするか、それともナットを取って下を削るか、どっちかしていけるところなんですけども、僕ちょっとそこまでできる自信がないんで、今回はパスします。紫色のギターに関してはこんな感じ。やっぱりちょっと隙間大きめですよね。4フレットにしてみると、こんぐらい。こんな感じ。ちょっとついでに
もう一本のプレイテックのやつを見てみましょうか。こちら。ああ、ナットの高さで言ったら、このギターが一番高いかもしれない。ね、なんか一番この、この1フレットと弦の間のアクションが大きい気がしますよね。まあ、こんな感じで見ていくと、そのナットの高さというものも診断できると。でまあ、これが、ね、判断できたところで、まあ、できるリペアとしては、そのフレットじゃないや、ナットを削る専用のヤスリみたいなのが売っているんですよ。もしそういうので、ね、チャレンジしてみたい方は、その専用のヤスリで、ね、この溝を弦を外して、溝をザーッと削っていけば、どん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 弦高が下がっていくというような感じです。もしくは、そのナット自体をスコンと外してしまって、側面から削ってしまうのもありだと思うんですが、ちょっとこのギターすまじい。フレットはすさまじいな。フレットの仕上げの甘さがすさまじい。まあ、とりあえずそんな感じで、なんだっけ、納豆の仕上げとかももし興味があればやってみてもいいかもしれません。ちょっと僕はその辺自信がないので、今回はパスします。で、これで、割とっていうのは別に何もやってないけど、いい感じかと思うので、その次はちょっとこのサドルを、チェックしていきましょう。だいたい2ミリ前後にすることが多いんです。ちょっと長い蒸気だと思ってください。長い蒸気。長い蒸気をこのままこうスコーンとこの12フレットに当てて、この12フレットと6弦のこの隙間を、高さを見て調整していくんですが、だいたいこれはその、ね、2ミリ前後になるように調整をしていくような感じです。好みによるところが大きいんですけどね。2ミリ前後になるように調整していく感じです。で、ちょっから私は今、蒸気が、手元にないので、勘でいきます。勘で。6弦に関しては少し高いなと思うので、勘で下げていきます。みんなはそんなことしちゃダメだぜ。ちゃんと蒸気で測らなきゃダメだぜ。で、このサドルっていうね、このパーツがあるわけなんですが、このサドルの両側の芋ネジを締め込んであげて、このサドルっていうパーツを下げてあげれば、弦の高さそのものが下がることになりまして、逆だ。緩める方向ですね。芋ネジを緩める方向に回してあげれば、サドルが下がることになりまして。めでたく弦高が下がると。で、弦高が下がるとね、ちょっとチューニングが変わるんで、ある程度合わせてあげて、もう一回状態を見てあげましょう。で、状態を見てあげたら、1フレットずつ、弾いて様子を見ていただいて、音を聞いて判断をしましょう。今ちょっとビビリが、ね、全体的にこの多い感じなので、もうちょっと上げることにします。この辺はその音質と弾きやすさのそのせめぎ合いって感じです。基本的に音質としてはその、ね、弦高が高い方が音量も出るし、腰も出るし、音の張りも出てくるし、いいことづくめなんですよ。ただ、あまりこの弦高を上げすぎると、単純にプレイアビリティ、つまり弾きやすさが犠牲になってくると。なので、そのどのぐらい弾きやすくするのか、それどのぐらい音質を取るのかというのは、その辺はこのせめぎ合いでございます。僕はできる限りその、ね、弦高を低くしていきたいタイプなので、音質をちょっくら犠牲にして、弦高をどんどん下げていってしまうタイプです。でも逆にその、ね、スティービー・レイ・ボーンみたいな、ね、すごいもう男らしい弦高で男らしい弦の太さを張って、もう男らしく弾く人もいらっしゃるので、まあ、その辺は本当に好みしたいという感じですね。で逆にそのハイビー系のギタリストとかだと結構もうベタベタにして、テンションも緩くして弾きやすくすることも多いですが、まあ、その辺は皆さんのお好みでいろいろ調整をしてみてください。でなんとなくザーッと。調整したら、ざっくりチューニングすると。で、
全体的に見ていくと。で、ちょっと思うところがあったら、また微調整をしてって感じですね。まあこんな感じで、ちまちま引いては、ちまちま上げ下げし、ちまちま引いては、ちまちま上げ下げしっていう感じで、調整をしていきます。結構地味ですよね。三弦がさすがにちょっとこれはビビりすぎですかね。ちょっと気まずいですかね。さすがにこれはちょっと上げましょう。余弦ももうちょっと上げましょう。ちょっと全体的に下げすぎたかもしれません。OK、こんな感じ。で、ラストにもう一回チューニングをして。OK といきたいところなんですけれども、いろいろネックをいじったり、弦を変えたりとか、あと、まあ、サドルの弦高を変えたりとかしたら、必ずやっておかなければいけない、もう一手間がございます。それは何かと申しますと、オクターブチューニングというやつです。ここのサドルの位置を、調整することによって、そのピッチを良くする、リペアが必要でございます。6弦の開放をブーンと弾きます。で、その次、なんかこう、E が、ね、ピッタリ合いましたよと出たんですけれども、12フレットを弾きます。お、ピッタリ弾きました。ぴったり来れば OK です。ぴったり来れば OK。次5弦。はい、12フレット。お、意外といける。4弦。12フレット。お、意外といける。3弦。まあ、ちょい低。ちょい低いですね。この12フレットを弾いたとき、開放弦を弾いたとき、それぞれのときにそのピッチが、ね、そのぴったりいかなければいけないんですけれども、今、ちょっくら低いと言われてしまっているので、このブリッジの位置を前に持っていってあげます。つまりこっち側ですね。で、その次、またこう3弦をチューニングして、3弦をぴったりにチューニングして、次12フレット。うん、逆だったかもしれない。逆だったかもしれない。こっちじゃなくて。こっちだ。開放弦でぴったり。行ってからの12フレット。カモン。来ました。それもちょっとずれてるな。サドルをこう、ね、後ろに持っていってあげるわけですね。その、このドライバーを締め込む方向で、ネジを締め込む方向にして、サドルをこっち側に持っていってあげると。この辺のオクターブチューニングに関しては、また別の動画でね、詳しくその理屈とか原理というか考え方みたいなのをね、喋っておりますので、よかったらそちらの方も、参考にしてみてくださいませ。今、あれですね、プレミア公開のこのコメントの方で、多分僕は、この動画ですなんつって。やっていると思うんですけれども、よかったらそちらの動画をご覧くださいませ。アーカイブ見ている方は、チャットのリプライを、チャットのリプレイを見てください。ありました。来た。2弦解放。OK、12フレット、カモン。OK、1弦。うん、ちょい引く。締め込む方向にいきましょう。時計回り、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 カモン。引っ張る。OK、12フレット、12フレット、カモン。OK、来ました。
これでもうセットアップが完了ということです。なんとなく見えてきましたでしょうか。今やったこととしてはその、ね、あの袖の高さを変えて、オクターブシューリングって感じなんですけど。で、ここからさらにその気になることとしては、そのピックアップの高さとかを調節することですかね。ピックアップ、まあ、このドライバーを使ってこうネジを、ね、締めたり緩めたりすることで、ピックアップの高さを調整して、まあ、音質、その音のキャラクターとかを操作することができるんですけれども、弦からそのピックアップが近ければ近いほど、すごいこのハイゲイン、つまりこの出力の強いこのパワフルな音が得られるんですよ。で、逆にそのデメリットとしては、その全部あの力が強くなってしまうから、その繊細なニュアンスが引きづらいっていう、出しづらいっていうデメリットがあるんです。なので、その下げれば下げるほど強いピッキングと弱いピッキングとかね、ちょっとピックの角度を変えたりとか、ちょっとこうピッキングのニュアンスとかを、ね、出しやすいっていうのはあるんですけども、逆に言うとまたこうパワーが下がってしまうと。そんな感じで、その圧力、迫力、そういったものを出したいのか、力強さを出したいのか、それとももっとこう繊細な響きを求めたいのか、もっと細かいプレーをしたいのか、ピッキングニュアンスを大事にしたいのかのせめぎ合いという感じになります。で、実際に音を出しながら調整した方がいいんですけれども、まあね、音を出しながら、センターじゃねえや、リアのピックアップの高さを、ね、バーッと調整したならば、フロントにしてみて音量バランスは大丈夫だろうかと、切り替えても音量バランスは大丈夫だろうかと。で、それがまたこう調整し終わったら、またフロントにしてっていう感じで、順番に調整していくような感じです。なんとなく見えましたでしょうか、やり方というか、そのセッティングの仕方みたいな。で、今、このギター自体、そのなんだろうな、このブリッジがさ、そのべったりくっついてしまっているんですよ。これ、そんなに斜め掛けしているのがいいな、ね、すごい。そこそこ頑張ってる感じなんですけども、ブリッジが違う、そうか、いいんだ、いいんだ、いいんだ。今、こっちの、なんて言うんだろう、バネの張力が強すぎて、そのブリッジがベタ付けになってしまってるんですよ。ちょっとこれ、一回試しに、ブリッジを浮かせてみましょうか。で、試しにブリッジを浮かしてみます。このネジを緩めることで、このプレートが下がってくるわけです。こいつですね。ちょっと見ててください。ネジを緩めます。そうすると、このバネが引き下がるわけですね。で、結果、どうなるかっていうと、このイナーシャルブロックっていうものをその引っ張るバネの力が弱くなることで、弦の張力との釣り合い関係、力関係が変わってくるんです。今これ、バネ斜め掛けにしますけれども、その、イナーシャルブロック、ここのパーツを強く引っ張りたいときとかにその有効な掛け方です。あんまりこの、ね、強く掛けたくない場合は、そのストレートで掛けた方がいいですし、逆にさらにもっと強く引っ張りたい場合は、5本掛けとかしたりする人もいます。3本掛け、5本掛け、4本掛け。まあ、2本掛けはあんまり見ないけど。変わらねえ。このぐらいじゃ変わらねえ。もっとガッと下げてみましょう。随分下がってきました。もうパッと見ただけで分かりますよね。結構下がってるなっつって。さっき上の方にあったのに。OK。ここまで来ればだいぶ。かわいいじゃないかな。そしてあの、アーミングがだいぶしやすそうな具合になってまいりましたので、もうちょっと行きましょう。実験なんで。実験機なんで、変化を皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。よいしょ、よいしょ、よいしょ。だいぶプレートがグラグラするようになってまいりました。OK。チューニングも変わってきましたね。これ何が起こっているかというと、ここ。さっきこのブリッジがその張力が強いから、こういう感じでずっとこんな感じで、ベタ付けだったんですよ。ぐーっと。この後ろのバネの力がすごく強くて、このイナーシャルブロックをこの、ね、引っ張る力がぐーっと強かったから、この表のブリッジがこんな感じでパタンと閉じたんです。けど今、バネの力を弱めたんで、ぶっとこの浮いてきたわけですね。こんな感じで。強いときはバッと。わかりづらいかな。わかるかな。強いときはこんな感じで、ぺったりくっついてました。けど今は手を離すと、ちょっと浮く。
こんな感じの状態をそのフローティングなんて言ったりとかするんですけれども、このピッチが悪くなるんですが、その弾き心地に、ね、その大きな変化をもたらすので、これ好みでフローティングする人が結構多いです。まあ、かくいう僕もそうなんですけど、結構それなりにいつもフローティングするように、チューニングじゃないか、バネの張力を設定しております。一回バネの方の調整を済ましたらチューニングをしてみて、またその具合を見てみて、ああ、これ多分ね、ちょっとね、やりすぎだ。やりすぎた。多分これ、全部チューニングが安定する頃には相当にブリッジが浮いている。結構きました。さっきよりもあからさまにブリッジが浮きました。見えますでしょうか。さっきはこのブリッジが、ね、もうちょっとこうパターン閉じてたんですけども、かなりがっつり浮くようになりましたね。こうなることで、さっきも言いましたけども、その弾き心地がだいぶ変わってくるんです。ちなみにビジュローレンスの場合も、そこそこパッティングされております。ちょっと見てみましょう。チェカル、あ、すっげえ浮いてるわ。すっげえ浮いてます。すっげえ浮いてました。めっちゃ浮いてました。これ。ブリッジ、めっちゃ浮いておりました的な感じでございます。めっちゃ浮いておりました。こんな感じです。OK。で、これでまあ一通りセッティングが終わりって感じですかね。あとはまあそのちょっとブリッジを、ね、いじったから、本当はもう一回オクターブチューニングしなきゃいけないんですけど、まあ、それは後でやるとして、とりあえずこれで完成としましょうか。こんな感じでまあメンテナンスをしていくわけなんです。どうですかね、ちょっとまあバーッとやり方とかを見ながら話を聞いてて、なんかちょっとやってみようかなという気になりましたでしょうか。なんかこの、もちろんその、なんだろうな。その極めようと思ったらもちろん難しいところもたくさんあるんですよ。けどなんとなく打痕がある。あれ俺何かしたっけこれ。なんかすごいめっちゃ傷ついてるんだけど。めっちゃ傷ついてる。あれなんで、まあ、いっか、5980円だし。だからこうね、チャレンジ精神を持ってね、この楽しんでほしいなと思うわけでございますよ。チャレンジ精神。もちろんその、ね、めちゃめちゃこれを、ね、極めようと思ったら、職人さんになろうと思ったら、すごい難しいところもたくさんあるんですけれども、何もそんなね、料理をしようと思ったときにさ、そんな何もその、ね、有名料理店の一流シェフ並みに、ね、料理を作れる必要があったり、作れる必要ないわけじゃないですか。別にね、その自分がね、美味しく食べれればいいとかね、その友達に美味しく作ってあげられればいいとかね、大事な人に作ってあげられればいいとか、まあ、単純に安く済めばいいとか、簡単に済めばいいとかですよ、いろいろあると思うんですけども、料理をするからといって、必ず超一流を目指さなければいけないっていうわけでもないように、まあ、こういったギターのメンテナンスとかもね、極めようと思えばすごい大変なんですけど、まあ、とりあえずね、誰もがみんな最初初心者ですから、わからないなりに、いろいろこうね、いじって、楽しんで、学んでいただければ、嬉しいなという感じでございます。Thank you.
ちょっと起きづらかった。これすぐ戻る。レベルが変わってきますね。で、まあ、いろいろね、その細かく、フレット削ったりとかね、サドル調整したりとかしたんで、まあ、楽しさレベルがまた上がったかなという感じでございます。どうでしたでしょうか。まあ、ちょっと長い動画になったと思うんですけれども、どんな感じでメンテナンスをしていくのか、どんな感じで調整をしていくのか、結構具体的にね、いろいろ実例とかをお見せしながらやったんで、いや、なるほどね、となったかと思います。まあ、もし皆さんがまたこの、ね、5980のギターを手に入れて、調整してい くときにね、参考になれば、幸いなんですけれども、まあ、ご自身のギターでやるときは、くれぐれも、自己責任であまり無茶しないように調整をしてみていただければという感じでございます。それではかなり長くなりましたけれども、今回の動画はここらで終わりにいたしましょうか。また違う動画でお会いいたしましょう。最後に、
私、滝沢勝成、Twitter 謎をやっております。Twitter 謎をやっております。TAKIJAWA、滝沢という名前で Twitter をやっておりますので、よかったら、フォローとかしてみていただければ幸いでございます。ご意見、ご感想、リクエストなどがありましたら、お気軽にリプライしてみてくださいませ。今後の動画の作成の、参考にさせていただきます。ということです。それでは、また違うところでお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。